皆さんこんにちは。どうもダイスです。はい、ということで、はい、3月21日に行われるミュージカル TV ブレイクアウトプレゼンツラブボックス2016、はい、開催目前ということでですね、はい、今回僕らラブボックス大使ですから、ありがとうございます。だから、ね、僕たちがラブボックス、ね、はい、楽しみ方を、はい、教えていきたいと、はいはい、思います。イエー、去年もね、はい、僕ら外でね、はい、ジェネレーションズさんと、はいはい、対決いろいろね、そうやったりとか、ね、はい、いろいろ楽しいことがありましたけど、はい、どうでした？あれ結構面白かったですよね。いやー面白かったですし、雨降ってましたよね、確か去年は。あ、そうだね、はい、だったんですけど、たくさんの方遊びに来ていただいて、すごく印象深く思い出残ってますね、うん、ということでですね、場外エリアでですね、イベント公式のカフェが、はい、行ったりとか、うん、コラボクレープが、うん、今年も出ますけども、うん、はいはいはい、美味しかったですね、去年。いや、うちのソータがこうなってクレープが本当に申し訳ございません。もうすごく売れ残ったみたいな。やめろ、言い方さ、やめろ。売れ残ってはない。本当もう今年こそはね、売れ残ってないですね。何を入れましたか？僕ですか？はい、グミを入れました。美味しいですよ。美味しいと思ったんですけどね。だからその失敗を踏まえ、はい、今年はね、ちょっと変えましたね。今回ちょっと本気ですよね。今日はですね、はい、ラブボックスカフェのメニューの一部をですね、めめご用意しております。うえ、なんと食べたい。食べていいんですか？食べれるんですね。そうして。まず最初にソータが、はい、イチゴをセレクトしましたね。イチゴ、ストロベリーを、うん、はい、で僕がですね、ハチミツを入れましたね。そのハチミツ、大輝くんがハチミツっていうのを見て、ハチミツに合うものと思って、うん、クリームチーズにしました。ああ、なのでチーズとハチミツは合いますか？僕もそうです。そこちょっと締めたくてスライスアーモンド僕入れました。はい、はい、そしてそこで僕はもうあとは生クリームがあればいいじゃないかと、うん、送ったわけですよ、うん、そしたら、うん、あ、それ元から入ってるんで他の人じゃあカスタードでってカスタード入れさせていただきました。しカスタードを入れさせていただきました。ちょっといただきます。いくいくね。でっかいくいくな、本当に。すごいね。どう？大きい。大きい。いや違う違う、大きい。俺自分の大きいの。自分の差し加減。お前が止めた。違う、自分の差し加減。いや、おいしい。あ、おいしい。おいしい。よかった。本当においしいです。いちごもちゃんと感じるし、チーズも、うん、なんだろう。このクリームもでちゃんと蜂蜜も合わさってる。アーモンドも全部一個一個の味分かりながらでも混ざってる。いいね、カスタードがなかった。すごい相性もいいわけだ。待って。いや、ホイップクリームが来るか。ホイップクリームがね。待って。カスタードがなかった。いや、すごい一番最後にカスタード来る。ああ、よかった。バランスが良い。クリーム。いや、お前らは人だな。めめ。いやいや。ラブボックスということで、あの形が見てください。ハートの形。ハートね。可愛いですね。鬼可愛い。いただきます。割れちゃうよ。美味しそうだ。ああ。うわ、サクサク言ってる。うわ、音がいい。もうね、ハートだけに。なんだ。ピザーラさんの愛を感じます。おお、めちゃめちゃ美味しい。なんかテーマですからね。うん、よいしょ。うん、美味しい。なんかね、表面だけで見たら気づかないじゃないですか。ほう、じゃがいも入ってます。じゃがいもがどうなんですか？このじゃがいもが、はい、なんかアイダホポテトっぽくてすごくいいです。アイダポテトっぽい。アイダホポテトっぽい。あのジャーマンっぽい。いや、変わったぞ。メニュー変わったぞ。いや、でもこれね、食べた方がいいですよ。あの今紹介したのはメニューの一部なので、はい、個人的に僕が今注目しているのは、はい、ヒャダインさんとアイナコイさんのこのね、しょっぱい系の、しょっぱい系のデザートじゃない系のクレープ。そう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 、美味しいですよね。いや、ちょっとこれファンキー加藤さんのこのフレッシュな感じめっちゃ食べたいですね。個人的にこれピーチとか、はい、パイン、ピーチ、アップル、マンゴー、カラーチョコレート、間違いない、ね、カラーチョコスプレー、カスタード、ホイップクリーム、うん、美味しそう。すごい。あとイマルさんのこのイチゴダブルっていうのがね、はい、いいですね。もう想像の勝利ですよ、これは。想像の勝利。
確かに思うんですよ。グラノーラが女子力をこう物語してるんですね。やっぱ俺らちょっと変だな。こう見るとちょっと弱いかもしれないですね。確かに。でも僕たちの何に自信がっていうのは去年の僕たちに対しての自信。そうライバルは僕ら。去年は超えた。自分自身を超えれば。そうそうそう。